評価 S カードの弱い部分を誇張して、さも使われないかのごとく返すしていくことである。光の道しるべ、ミストリナ&ベイリオン。これ弱いですね。一見守護失踪持ちでガルバン未満のフィニッシュに貢献してくれそうで悪くなそうに見えるんですけど、コスト6というのがかなり問題になります。ロイヤル視点のベストムーブが現状5ターン目のバニー&バロンにもかかわらず、ラストワードで出てくる魔導四輪車に操縦されたり、単純にアクセラレートを持たない高コストカードであることからデッキの偏差を上げることにつながります。ファンファーレのディスカード効果もあくまでナテラをハンドに抱えている前提なので弱いです。そもそもナテラをどこからハンドに加えるのでしょうか。ドラえもんでもあるまいし、明確な根拠のない動きを想定に組み込むのはぜひやめていただきたいです。序盤の自己回避に貢献しない、効果起動はセット前提、やっとの思いで登場しても魔導四輪車に操縦される、これは近年稀に見るうんちカードですね。スタン落ちまで環境で使われることはないでしょう。森の影バイディ、これ弱いですね。こちらも先ほどのカード同様、ナテラをどこから加えてくるのかとぜひ本人にお聞きしたいです。社外費の特別な生産ルートでもあるのでしょうか。ナテラという一見入手手段が比較的優しいカードを対象に挙げていることから、効果発動を安易に考えている方が多いかもしれませんが、そもそも PP ブーストを行いながらナテラを3枚集めるという行為はかなりハードなことと思われます。むしろこのカード以外にもナテラを融合することによって効果を発動したいカードもたくさんありますよね。入手手段に制限が存在しているナテラをこのような単発的な効果の連続を持つカードに与えても良いのでしょうか。さらにはこのナテラを大量に消費する行為、これってつまりは現在進行形で世界の問題になっている森林伐採問題に深く関わる事柄なのではないでしょうか。あなたとしては単純にシャドーバースを楽しんでいるだけかもしれませんが、世界にはこのカードのプレイによって悲しんでいる人たちがいるかもしれないということを忘れないでいただきたいです。地球温暖化の主悪の根源でもあるこのカードは間違いなく使われないでしょう。喪失のシコン、エンネア、これ使われないですね。まずはじめに効果が長すぎますよね。単純明快に書いていただきたいです。小中学生向けのカードゲームを歌っているにもかかわらず、昨今読解力が足りないと言われる低年齢層向けへの配慮が欠けていることが汲み取れます。さらには太ももを大胆に見せつけてくる過激なイラスト、あまり法律に詳しくありませんが、これ日本の HT イラスト違反罪を犯していますよね。低年齢層に向けたゲームであるにもかかわらず、このような純粋無垢な少年の性癖を大きく歪ませるようなカードを登場させても許されるのでしょうか。これは完璧にアウトですね。ロリコン排出化学兵器です。実りの参謀ムニャール、これ弱いですね。あくまで現段階での考察になりますが、おそらくナテラに乗せたヤテラントへの採用が一番現実的なのかと思います。アミュレットをプレイすることによって伴うテンポロスをこのカードのプレイでカバーさせるということですね。パッと見は確かに強そうなんですけど、冷静に考えてみてください。このカードどこから持ってくるのでしょうか。確かに初手で抱えることが毎回可能なのであれば最強です。こんな意味のわからない動画を作っている私も認めます。しかしこのカードプラス複数の低コストアミュレットが必要なこのカードが最大値を発揮するのに求められる要素がどのくらいか皆さん把握されていらっしゃいますでしょうか。このカードはあくまでヤテラントゥーデッキのサポート的立ち位置に存在します。そもそもメインギミックの進行を阻害してまでハンドに抱える必要がありますか。しかも冷静にテキストを読んでみたら、実際欲しい能力は3つ目の項目だけだったりしないでしょうか。こんなの3の倍数でしか効果が発動しない世界のムニャールじゃないですか。これは多分使われないですね。弱いと思います。母なる慈愛、これ弱いですね。2枚ドローと進化権を1回復、飛翔のチョイス効果を足して3ぐらいで割った能力でしょうか。はっきり言います、これは飛翔の介護感です。2枚ドローに関して確かに時と場合によっては生き物2枚サーチより優れている場面もあるかもしれませんが、基本的には盤面にテンポを生み出せるスペルより生き物の方が優れていることが多いです。進化権回復に関しても PP が回復しない分、ジータの決心の介護感ですね。さらにはローテでこそあまり目にする機会がありませんが、奥義でフィニッシュ台になるという明確な比較要素があります。飛翔の4枚目以降であれば採用を検討する余地はあるかもしれませんが、現状では必要がなさそうですね。自然の融合で発動する能力も森林伐採で地球の温暖化の促進に助長させることにつながってしまうので発動しません。あと地味にこれも HT イラスト違反罪と青少年性癖歪ませ罪に違反していますね。環境で使われることはないでしょう。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。さらば。